ロシア国防省が、先にロシアの民間軍事会社ワグネルが全域を掌握したとしていた。ウクライナ東部ドネツク州のソレダルを制圧したとして1月13日に発表したよ。ソレダルについては先にロシアの民間軍事会社ワグネルが全域を掌握したとして主張していたが、ロシア国防省の発表によると陸軍と空軍、ミサイル部隊などによる複合的な攻撃によって可能となったとしていて、この3日間でウクライナ軍兵士を700人ほど殺害したとしているものの、ワグネルの関与については言及していないよ。あくまでワグネルが関与していることについてはしらを切るつもりなんだね。そうみたいだね。さて今回は、ウクライナ東部ドネツク州のソレダル攻防戦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ側ではソレダルを制圧したとのロシア国防省の発表について、ウクライナ軍東部方面部隊のセルヒー・チェレバキ報道官が13日昼に、ウクライナ軍の兵士は現在もソレダルで戦闘を継続しており、ウクライナ軍が町から撤退したとするロシア軍の情報は事実ではない、と述べたほか、ゼレンスキー大統領が12日夜のビデオ演説で、ソレダル守備部隊に対しては、弾薬など必要なものの補給すべてを迅速かつ簡単なく供給されるとして、ウクライナ軍が戦闘を継続するだけの力があるとして、ソレダルが制圧されたとのロシア国防省による発表を否定しているんだ。13日には複数のウクライナ軍部隊がソレダルで戦闘中とする状況を SNS などに投稿していて、ロシア国防省やワグネルによる制圧したとの主張を否定しており、例えばウクライナ軍の第46空中機動旅団が、ソレダルの市街地では局地的な戦闘が継続されているとして、ロシア軍がまだ郊外から、中心部に圧力をかけている段階であると伝えているよ。ウクライナ軍参謀本部も同日に、ソレダルの戦闘に参加している部隊の兵士が撮影したとされる動画を SNS に投稿しており、現地時間の13日午後2時13分の時点ではソレダルでは激しい戦いがまだ続いていると主張したみたい。その動画に映っている兵士は我々はソレダル中心部の真上にいるが、まさに今戦闘が行われている、と述べて、町の境界などを捉えた動画をノートパソコンで見せているね。この兵士はまた、ウクライナ軍はこの地域では密度の高い強固な防衛線を維持していると説明し、ワグネルの強襲部隊による攻撃が絶え間なく続いているが、我々は自分たちの仕事を遂行中であると語り、我々はうまく、最後までやりきってみせるとして、少なくとも一人の兵士がソレダルの建物一棟を守る状況になるまで戦うと述べたんだって。また、CNN が報じたところによると、ウクライナ軍航空偵察部隊の指揮官が SNS に投稿されていて、ロシア軍兵士とみられる20人ほどの部隊がソレダル市街地にある、建物に到着したところでこの建物が爆発して破壊される様子が映されているよ。この動画には兵士が語る解説が付けられており、我々は今朝、この場所を監視していた。ロシア軍によって何らかの活動が行われており、盛んに荷物を積んだり下ろしたりしていたと説明した上で、この建物についてはロシア軍の何らかの拠点との見方を示し、少なくとも25人のロシア兵がいた可能性が高いとしているね。そして動画では、さらに兵士がどうすべきか、ハイマースか、MLRS かと述べた後、建物において爆発が発生する様子が撮影されていて、ロシア軍兵士の兵舎などの拠点に使われていた建物に対して、高機動ロケット砲システムハイマースか、もしくは多連装ロケット砲システムによる、砲撃を企てたものでないかと見られているんだ。ソレダルの要衝としての重要性については、ロシア国防省によると、半年以上も激戦が続いている東部の要衝バフムートへのウクライナ軍の補給路に当たるとしていて、補給路を遮断したことになり、バフムート攻略に重要な意義があるとしているのであるが、アメリカのシンクタンク戦争研究所ではロシア軍がソレダルを制圧したとしても、ウクライナ軍が防衛線を敷いているバフムートの攻略は困難であり、即座にバフムートが陥落することには繋がらないとの分析を示しているみたい。同研究所では、このところ劣勢に立たされ苦戦が続いているロシア側が政権内の強硬派や国民に対して、
戦果をアピールしようとしているとの見解も示した他に、ソレダルには大規模な岩塩鉱があり、ワグネルの創設者で実業家のエフゲニー・プリゴジン氏がその権益を狙っていて、ワグネルが戦闘への関与を強めているのであろうとの見方も示したよ。ワグネルは12日に SNS テレグラムに、ロシア正規軍がソレダルの攻撃に参加しているとしている、ロシア国防省の主張を真っ向から否定する動画を投稿したよ。プリコジン氏は先に、ソレダルを攻撃しているのはワグネルの戦闘部隊だけであると主張していたけど、ワグネルではこの動画がその主張が正しいことを証明するものであるとしているね。動画には掩蔽壕に隠れていると見られる戦闘服姿の男性二人が撮影されていて、この二人がロシア正規軍空挺部隊の将校だと名乗った上で、空挺部隊はソレダルの攻撃に参加していないと明言していて、ソレダルへの攻撃はワグネルの戦闘部隊だけで実行されており、我々はその方角に派遣さえされていない、と述べているんだけど、この動画が真実であると証明するものは確認されていないというよ。プーチン大統領に近く、レストランやケータリングなどの外食産業の実業家でオリガルヒの一員であるプリゴジン氏が、ソレダルの制圧についてロシア正規軍の関与を否定し、ワグネルが単独で陥落させたと主張するのは、ロシア国内においてワグネルの存在価値と意義を認めさせるためであるほか、ソレダルにおける岩塩の採掘と販売の利権を確保するためであろうとの見方があるね。また、ソレダルからバフムートを制圧することができた際には、ロシア正規軍かワグネルか、はたまたウクライナから分離独立を宣言したドネツク人民共和国の部隊か、現在ロシアの中枢において権力抗争を起こっているとされている現状においては、大変重要な争点でもあるよ。ドネツク州においてこのような戦況が続いている最中の11日、ロシアのショイグ国防相が、ウクライナにおける軍事作戦全般を指揮する総司令官の交代を発表し、昨年10月からウクライナ侵攻を統括してきたスロビキン総司令官の副司令官に降格させ、ロシア軍制服組トップであるゲラシモフ参謀総長が特別軍事作戦の新たな総司令官になることを明らかにしたよ。この人事については、ウクライナ侵略においてここまで様々な失敗を重ねたために、バフムート地域を除いて劣勢に立たされているロシア軍が、バフムートで攻勢をかけて存在感が高まっている。ワグネルから主導権を取り戻した上で、ウクライナ軍との決戦に備える意図があるとみられるね。プリゴジン氏は昨年末に、バフムートの近郊で戦闘を展開していたワグネルの戦闘部隊を訪れた際に、ロシア政府の官僚を直接批判していて、我が国内部の官僚制と腐敗を打破した後は、ウクライナ人と NATO を滅ぼし、その後はワグネルが全世界を征服すると自分の兵士に訓示する動画がテレグラムに投稿されていたよ。新ロシア派の軍事ブロガーは、ロシア正規軍と違ってワグネルが多くの戦果を収めていることが、今回の突然の総司令官交代につながった理由の一つではないかと推測しているようだね。また、アメリカ国防総省のライダー報道官は、12日の記者会見においてロシア軍のゲラシモフ参謀総長が、ウクライナ侵略作戦における総司令官に任命されたことについて、ウクライナ侵略開始からロシア軍が抱えていた、後方支援や指揮統制の課題が解決されていないことが反映されているとし、ロシア軍が頭をすげ替えることで軍の体質を改善しようとしているが、それが全く進んでいないことを指摘したね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。